こんにちは、ひかりです。今回はね、久しぶりに断捨離をしようと思います。やっぱりね、物が増えすぎてるとね、良くないです。僕はね、マキシマリストなんですけど、マキシマリストって物が多ければいいんじゃなくて、ちゃんとお気に入りのものだけ、そして管理できるものだけで生活するのが本当のマキシマリストなんですよ。ミニマリストのものが多い版なんで、ミニマリストと考え方は近いんですよね。ということでね、ある程度断捨離が必要だと思うんで、今僕の中でね、ときめかないものと言ったらあれだけど、うん。 ちょっとね、今回処分しようかなと思うものをね、えー、紹介したいと思います。これはすべておもちゃのリサイクルショップ、トイプラネットに一応持っていくんですけど、まあ値段がつかないものがね一つあるんで、まあそれはちょっと、あれなんですけど、まずこれね、値段がつかないものというか、これなんだけど、えー、フィギュアーツの仮面ライダーカブトかな昔のやつなんだけど、これね、なんかもう脆くて、遊んだらもうちょっと動かしたらすぐね、この右足か左足かどっちかがね、 関節が割れちゃったんだよね。ほんでもう、使い物になんなくなっちゃったんで、これを一応お店で説明して、もしかしたらね、ジャンク品としてね、売るために買い取ってくれる可能性もあるんだよね。10円とかで。ね、で、買い取ってもらえなかったら持って帰ってきて、パーツとして使います。はいで。これはね、値段がつかないとは思う、おか、どうか微妙なところなんだけどね。はい。で、あとはね、まあ、こう見てもらえばわかるんですけど、まあみんなソフビですね。はい。これだけちょっと違うんだけど、これなんだろうこれなんかこうやると、フォーゼの、 なんか動くんかなこうやって、ほら。<laughs> はい。こういう、ま、マックのやつだと思うんだけど、こういうフォーゼとか、まあ、あとは基本的には仮面ライダー系ですかね。あの、福袋に入ってたやつがほとんどで、欲しいやつだけピックアップして、残りはね、売ろうと思います。はい。あと、ここら辺とかはね、100円とかで買って遊んでたんだけど、ま、あ今ね、いろいろおもちゃあるんで、まあ、今回はね、断捨離っていう形にしました。本当はね、あんまり売る、うん、 あー、売らない方がいいかなと思うやつもあったり、これから作品とか見てハマったら困るんだけどね、本当はね。響さんとかね。でも、買い直しができるんですよ、すべて、ほとんどね。うん。この辺とかもね、スナイプとかね。あ、スナイプだっけこの辺とかエグゼルとか見たらハマるかもしれないけど、まあ、買い直しできるんで、トイプラネットでね。なのでまあ、今回は断捨離しちゃおうかな、ということで。はい、カメライダー系は結構いっぱいね。まだハマってないので、一応断捨離したいと思います。で、ウルトラマンに関しては、グリッターティアっていうんかな。 ティガーはまあ、そんなにまだハマってないっていうのと、あとはグリッター的な装備ってそんなに魅力的じゃないんですよね、僕の中で。塗装がないしね。というのと、まあ、エイティとチッチ。このチッチはね、ちょっと微妙なんですよ。僕の中でね。で、エイティはハマってないっていうのがあって。で、これ辺とかはね、あの、多分これ筋肉マンかなんかのやつなんだけど、まあ、一応、本当はね、これ全部カイコ堂さんに持っていこうと思ったんだけど、カイコ堂さんのお店の中見て、やっぱり、うん、ここら辺とか特にね、この辺のフォーズとかね、 カイコドーさんに持っていくほどじゃないかなと思ったんで、トイプラネット。トイプラネットだったらさ、ちっちゃい子とか来るから、そういう具にはね、あの、売れる可能性があるものだから買い取ってもらえると思うんですよ。うん。まあ、専門店に持っていくほどのものではないかなっていうことで、リサイクルショップで。まあ、全部まとめて50円にでもなればいいなと思ったんだけど、50円になるかな。微妙なとこなんだけど、これとかまあまあ、いいやつなんだけどね。いいやつか分かんないけど。ちょっと名前忘れちゃったんだけど、これとかもまあ、今んとこ僕は知らないので、 また知ったらね、買い直すかもしれないですけどね。で、ゴーバスターズはね、ちょっとハマってないので、一応ね、売りたいと思います。まあね、売らなくてもいいんだけどね。この辺とかはまあ台座ないしね。うん。まあそんな感じで今回はね、これを断捨離したいと思います。トイプラネットに持っていきます。はい。本当はね、回顧堂に持っていこうかなと思ったんだけどね。回顧堂に持っていくことうん、なんか、うん、違うかなとか思って、やっぱ、うん、空気が違うなと思って。 でもこれトイプラで、トイプラならさ、リサイクルショップだからまあ、一応全部引き取ってはくれるかなとか思って。うん、海賊堂さんも引き取ってくれるのかもしれないけど、売ったことないからわかんないんだけどね。うん。じゃあこれを持っていきたいと思います。はい。いや、こう並べちゃうと結構ね、あーもったいないなとか思うけどね。ちなみに、福袋、あの、ホビーオフの福袋に入ってたやつが多いんだけど、この辺とか。 あのー、中にはね、これが、足とかが噛みちぎられてるやつとか、ハサミで切られてるやつとかあったんだよね。そういうのはさすがに売りには出さないで、僕が、なんか、ソフビとか改造するとき用のパーツとして使うんで、それは置いてあるんですけど、一応ね、ちゃんと、どこも欠けがないやつだけね、売ってます。はい。なので、この中でジャンク品というと、まあ、これが大差がないけど、まあ、でもフィギュアとしては遊べるかなっていうのと、あと、これがまあ、足がね、割れてるっていう、それだけちょっとジャンクなんだけどね。あとは、とりあえずね、あのー、 単体で遊べるかなって。これも一個で100円でガルルとかね。トイプラネット最近買ったんだけど、結構遊んだのよ、これとこれは。これ電音かなんかのやつなんだよね。結構遊んだんだけど、まあもういいかなって感じで。もう自分だから遊び尽くしたなっていうのはあって。カーボットとかもかっこいいんだけどね、ほら、状態もいいし。まあこれはね、また欲しくなったら買い直しますわ。アギトも。塗装汚れ、塗装ハゲかなこれは。あるけど、まあまあまあ、トイプラネットなら大丈夫かなってことで。 はい。売りに行きたいと思います。そんでね、今回売りに行きますってこの動画はこのままアップします。そんでまた売って、買い取り価格とかね、発表はもしかしたら別の動画でするかもしれないので、よかったらお楽しみにということで。はい。皆さんもね、あのー、管理できる、なんだ、管理できる程度の量のね、程よい量のものを持ちましょう。でもね、僕は物はいっぱい持っててもいいと思うんですよ。うん。もちろんその方が僕は楽しいんですけど、 物はいっぱい持ちたいんだけど、管理しきれない量になっちゃダメなんで、ある程度断捨離はね、必要かなと思って。今回、仮面ライダー系の装備はね、ほとんど僕が持ってるのはもうこれでラストなんですよね。まだあったっけなまあまだあるけど、仮面ライダー系は一旦減らしていこうと思ってて。そうそう、ウルトラマンもね、こう、ある程度厳選したりとか、戦隊とかも厳選していかないといけないなと思って。管理しきれないってか、かぶってるやつとかも結構あるから。うん。まあちょっとずつ。うん。 ほどよい量にして。んでね、ほどよい量になるとよりね、楽しめると思うんですよ。今ね、僕物が多すぎて、ほんと管理しきれなくて、遊んでる量は本当大量にあるうちのね、多分50分の1ぐらいしか活用できてないんですよ。だから本当にもったいないんで、ちょっとね、はい。必要な人の手に渡ればいいなと思って。あの、ネットとかで売るのもいいんだけど、まあ、まとめて売ってもさ、多分利益本当に500円になればいいぐらいじゃん。うん、利益としてね、あの送料とかさ、手数料とかいろいろ引かれるわけじゃん。 そういうのを合わせて多分、これ全部で500円になればいいぐらいなんだよね。多分、ネットとメルカリとかヤフオクとか使っても。500円にもならないかも。100円にもならないかもしれないし、まず売れるか分かんないし、しかも売れたとしても手間もかかるからね。写真撮ったりとか、いろいろ説明欄書いたりとか。そう考えると、まあ、リサイクルショップに持っていくっていうのが一番かなと思いました。皆さんもぜひ、えー、中古、ね、あの、捨てるんじゃなくてリサイクルショップにあの、例えばもゴミだとしても、ゴミみたいにもう、本当はね、 な腕がないとか、そういうのもね、リサイクルショップ一旦持ってって、あのー、ね、見れば、もしかしたらリサイクルショップが、なんか買い取ってくる可能性もあるから、か一応持ってって見るっていうのは一つありかなと思いますし、そういうことによってね、あのまあ、もちろんエコにもなるし、あのー、中古リユース、中古店リサイクルショップとか活性化するんでね、はい、おすすめですね、はい。まあ、ホビオフとかに持ってくっていうのもありなんだけど、今回ね、あの、初めてトイプラネットの買い取りっていうのはね、まだ利用したことがなかったので、 今回ね、近所って、近所でもないけど、まあ、トイプラネットがあるんで、そこにね、ちょっと、プーって車で持っていこうと思います。はい。ということでね、この動画良かったなとかね、参考になったなと思った方は、ぜひ、グッドボタンなどの評価ボタンをお願いします。参考にはならないか。チャンネル登録もね、ぜひお願いします。コメントもお待ちしておりますし、あの、アマゾンの、アマゾンリンク、説明欄にいろいろね、おすすめ商品貼ってますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバーイ。